にちは。こんにちは。こんばんはですね。こんばんはですね。ということで、はい、今回はなんかいっぱい準備しましたけど、陽来36歳初めてお酒を飲む。今までね、俺飲んだことあるけど、これ二口とか、あー、まあまあ、そのレベル。これ色っと気持ちょうだいって言って、ちょっとつけて、で、これ一杯今日は飲むとか言っても、二口ぐらい飲んだら、もう飲む気にならない。あー、なるほど。だから、まあ飲んだことあるけど、36歳初めてまともにお酒を飲もうかなと。一本ちゃんと、いや、目標は2本。いや、それね、アルコール度数によりますよ。2本3% のもあれば 6% のもあるし、4% のもあるし。パーやろ。いやでもちょっと俺、そうさ、やっぱ飲めない人が無理したらさ、うん、急性アルコール中毒になったりとかいろいろあるから、はい、無理はしません、はい、無理はしない程度に飲むけど、目標は2本。そして今お腹めっちゃ空いてるけど、それ危険なんやろ。そう、空酒は危険だから、何かを食べながら。今日キムがいっぱい用意してくれたもんね。まあコンビニで買えるだけのなんかシシャモとかスナック菓子とか。で、その食べる順番とかもあるんやろ。はないです。あ、ないんだ。お疲れ。お疲れでーす。なんかそういう決まりがあるわけじゃない。順番は、僕は最初ビール飲んで、その後いろいろ焼酎とか、こういうなんか焼酎飲んだ後ちょっと甘いのが飲みたくなるから、こういうの飲んだりとか。ビール飲めっかな。ちょっとさ、キム、俺が無理だったら手伝って。じゃあ俺も最初ビール飲むけど。わかった。その前に、はいはいはい、これを飲んでください。うんこ。ヒッパリーゼプレミアム。やっぱそういうの飲まないと。まあ、明日朝早いし、東京行かなきゃいけないから、うん、これちなみにミニ1本500円します。なんかウコンとかそういう感じのあれなんで。そういうことです。これちなみにまずいですか、ペパリーゼ。いや、これはそんなにまずくはない。じゃあ早速いただきますよ、これ一気。うわ、うん、うん、大丈夫。いや、これ普通に美味しいわ。それは美味しくてもしょうがないですよ。キム、毎晩お酒飲んでるやん。はい。毎晩これも飲むの。いや、飲んでない。これは全然美味しいじゃん。どっかに出かけるときとか。ああ、なんか明日あるっていうとき。そうそう、お酒の飲み、なんかほらちょっとかしこまったお酒の場とか。ああ、暴走しちゃいけないような。そう、まあ、暴走しないけど。キム絶対暴走しないよね。しない。いただきます。いただきます。俺、これ炭酸入ってんの。入ってますよ。どれが おすすめ。いや、まずビールからって言わなかった。俺はビールからです。じゃあ俺ビールいただく。じゃあよし、おいしょ、おいしょ。なんか変な気分やな。よし、おっと、どんくらい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 。いやいや、もうこれ一杯はいくよ、俺そりゃ。おっと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 。乾杯。乾杯。もうこれ食べ物なしでいいって。別に、あの、本当にお酒が好きな人はこう、お腹空いた状態、喉も乾かすって言ってたね。かつ、こう夏汗かいた後にカッとビール入れるのが、まあそうやもん、みんなめっちゃうまそうに飲むもん、みんな。俺もそれ憧れてたんだから。キンキンに冷えてやから。大丈夫かな。あれ、これ飲んでいいと、うん、いやいや、5年前に飲んだ時よりビールが美味しく感じるんだが。僕が知らない。あ、そういうことですか。え、飲める。ちなみに俺これ全部飲みます。1日で飲める。飲める。マジで余裕。余裕。そんな成分取るの。いや、その分出ますから。ビールそんなまずくない。ちびって飲んだらまずいね。これやっぱ俺もビールはゴクってね、一本まで。で、その後はもうなんかずっとお腹いっぱいになっちゃう。ビールはこれ食べていい。いいよ。よよ。これだって今のうち食べないとすっぱらいけないっていうのがちょっと怖い。急性アルコール中毒にはなんないよね。いくら飲まないって言っても日本じゃなんないよね。なんない。あれはほんとなんか一気とか。あ、そういうことね。やっぱもうなんかおかしい。意外に早いかもな。うん、おいしい。もうビールはいらないですか。大丈夫。まだ全然、これ1日で最高飲んだ量をもう更新しました、うん、僕こんな飲んだことないです。36年で36年で。T
ちなみにあのちなこういうのがね、あの飲みやすいのがアルコール 3% なんですよね。キムこれあげる、まずい。あ、飲まないんだ。まずね、これこういうのが 3% でも今流行りのね、ストロングゼロとかアルコール 9% まあ要はこれを3本分飲んだぐらいの量のアルコールが入ってるやつがあるんですよ。フォーナインとかを飲んでる。はい、前は何本？それはね、2本ぐらい。2本飲んだらもうこれ6本飲んだことになる。ビールは何パーセントなの、アルコール？ビールは4か5じゃなかったですかね。あ、5です。コーラハイとか美味しそうじゃない？やっぱりちょっとこれよりアルコールは高いです。やめた。一番この中で低いのはほろ酔いのみかんと。あ、美味しそう、みかん。これは多分美味しい。これちょっと飲んでみます。サントリーほろ酔いというみかん。お、ジュースじゃん。ジュースと思って食べてたらいい目にあっちゃうよ。なんですかその1、2杯目は美味しいじゃんって言って、で改めて飲むと本当に一口で、あ、頭痛くなってきた。マジか。カップラーメンとかないよね。カップラーメンないですね。なんかお腹に入れないと怖い。食料探してる。じゃあ食料を探してくるそうです。何が楽しいの、酒飲み。なんすかね。まあタバコの何が美味しいのって言われてるような感じ。ああ、まあまあ本当にそんな感じかもしれない。なんかいい気分にはなるの。いい気分になる。ふわーみたいな。はい。なるかも。具合悪くなったことしかないけど、今まで具合は悪くはなったことない。冷たあとね、ちょっと喘息気味なんだ。ちょっとだけ息苦しい。あ重っ。え、だいぶ飲んだよ。いや半分ぐらい飲んだって。半分以上入ってますって。半分ぐらい飲んでるよ。3割しか飲めないです、3割。あ、確かにこの辺だね。確かにこの辺だね。で、これがまあ、飲み始めて、まあ、30分ぐらいで気づくわけですよ。あ、俺タバコ吸ってね、俺お酒が美味しすぎて。で、そこでこうタバコ吸うとズーンってくるんですよ、酔いが。あ、タバコがじゃなくてね。タバコ吸ったらなんか緊張がほぐれるんですかね。アルコールが回るからズーンって。うっそー、全部飲んだの？俺さ、いつも気になったけどさ、例えば麦茶をこの量飲めって言われても不可能じゃん。あー、確かに。なんで水分そんな取れるんだって思ってしまう。確かに体が水分欲してないのに、なんでそんなに飲めるのって思う、逆に。この量のコーラでも無理ですね。だろ、うん、お酒が入ってるとちょっと、お酒ね、こう、利尿作用がね、利尿作用だから、一回出だす、おしっこ出だすと、もう何回でトイレ行かないんだから。だから、飲んで、出して、飲んで、出して、飲んで、出して。ギブアップでいいかな。そうでしょ。具合悪くなってきた。なんか、そんなよかましい。あ、やっぱ違う。ぐーって違う。集まって、バーンってなりそう。あ、頭痛い。軽くない、重っ。あったまいてえ。ほろ酔いでガチ酔いしたの、下見るの初めてかもしれない。やばっ、金がずっと鳴ってゴーン。なってないゴーンってなってる。ここゴーン。あとなんか俺多分今電波出してる。もわって電波出してる。焦点はあります。こう焦点全然ある、もうね、びっくりするぐらい具合悪い。吐きそう。結構ガチでこれ。腹減った。すきっぱらいけ、ちょっとカップラーメン取ってくるね。すきっぱらが多分いけないんだよ。うわぁ、やばこれ吐くぞ俺。無理。いや、勢いよと由来さんがこの企画を言ったっけ。
2回にないけどな。こっちか。あれいない。あれカップラーメンは2回にないけどな。おーいおーいち顔赤36歳。何36歳もう無理無理もう無理おろいおい俺に触らんねマジでやばいけ今吐くよ。ちょっとマジでマジでやばい具合悪いっちゃう具合悪いけ今日休むねちょっと待って笑わせて。なんかめっちゃ回りそうちょっと動いちゃいかんぜ今俺。じゃあおやすみと見せかけて。ねんね。じゃあおやすみなさい。さよなら。ちゅうことで36歳初めてのお酒は。どんくらいかな。ビール半分、ほろ酔い半分、そしてガチ酔いと。以上です。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、料理チャンネルはこちらになってます。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。